ちょっと電話なんて別ですけど、次からメッセージ録音していいですか？今日も一日疲れました。何もかもうまくいかなくて、僕はどうすればいいのだろう。イエス様にすべて委ねよう。また奴のせいでひどい目に、僕は何も悪くないのに、僕はどうすればいいのだろう。あなた、ずっと名前呼ばれてますよ。Jesus calling you。 皆さん元気ですか？時刻は午後6時を回りました。お届けしている曲はサムエルのイエス様がいれば大丈夫です。皆さんこんにちは。京都おにわこさんこんにちは。宜野湾聖書教会プレゼンツジーザスコーリングユー第80回目の放送になります。パーソナリティの栗生みどりです。この番組は身も心も疲れてしまっているあなた、生きている気力がなくなってしまったあなた、なぜ生まれてきたのか全くわからないあなた、とても急いで助けを求めているあなた、そんなあなたのための番組です。30分間どうぞお付き合いください。はじめに宜野湾聖書教会キム・トンヨン牧師をご紹介します。キム先生は韓国は広州にある教会の牧師のご子息として成長されました。ある日、あなたは日本に行って宣教しなさいという命令が神様から下ったそうです。この命令に従順されてキム先生は1994年に来日されました。98年からは沖縄に移られて、宜野湾聖書教会の牧師として神様からのメッセージを、あなたのためのメッセージを語り続けておられます。では自己紹介をお願いします。はい、こんにちは、沖縄の生活で23年目になっているキムです。よろしくお願いします。そして今日もこの番組を支えてくださるミキサーは FM 宜野湾の出来すぎた男キャンさんです。自己紹介をお願いします。はい、一つ、先週で、年を一つ重ねまして、また一段と成長できたキャンです。よろしくお願いします。ありがとうございます。ありがとうございます。私は、この4月で、沖縄は8年丸8年が過ぎる今日、クリューです。今週もこんな3人でお送りします。さて今日のテーマは神の御国の出発とタイトルしました。あなた、ずっと名前呼ばれてますよ。宜野湾聖書教会プレゼンツ Jesus Calling You。
まず今日の聖書箇所をキャンさんに読んでいただきたいと思います。出エジプト記1章7節から12節の朗読をお願いします。はい。イスラエルの子らは多くの子を産んで群れ広がり増えて非常に強くなった。こうしてその地は彼らで満ちた。やがてヨセフのことを知らない新しい王がエジプトに起こった。彼は民に言った。見よ、イスラエルの民は我々よりも多く、また強い。さあ、彼らを賢く取り扱おう。彼らが多くなり、いざ戦いという時に敵側について我々と戦い、この地から出ていくことがないように。そこで彼らを重い労役で苦しめようと、彼らの上に役務の監督を任命した。またファラオのために倉庫の町ピトムとラメセスを建てた。しかし苦しめれば苦しめるほどこの民はますます増え広がったので、人々はイスラエルの子らに恐怖を抱くようになった。ありがとうございます。ではキム先生、メッセージをお願いします。はい、こんにちは。聖書の中の中心のテーマをいろいろ表現することができるんですけど、その大切な中心テーマの一つが神の御国、神様の御国ですね。神様は創世記として私たちが見ているように特別な計画を持って創造し、アダムとエバを創造しました。その意味で神様が治めるという時、二つの意味があります。一つは創造主の神様がこの世のすべてを治めるという。しかしもう一つの意味は契約の関係を結び治めるという、すなわち神様と特別な関係を持っているということです。今私たちが住んでいるのはこの沖縄は日本という国に直しています。この日本はアメリカの法律じゃなくて日本の法律によってこの地が治められるように、神の民は神様との特別な関係を持って治められるということです。人類が堕落する前は創造主のその治めは特別の関係の中で治めるということは分離ができなかったんです。しかし罪によって私たちは神様と特別な関係を持つ人、またこの世の人と別れるということを何度も話しました。今日は出エジプト記の1章1節から22節の長い箇所を中心にお話をしますが、イスラエルの民がいつ奴隷になったのか、いつエジプトに移ったのかというのはまだ創世記の後半のところに今日出るヨセフの名前が出ますけど、その人々によってヨセフによってイスラエル人たちがエジプトに引っ越しします。ところがたくさんの子供が増えることによってエジプトから恐れを持つ。7節のところを見ますと、イスラエル人が多産、たくさん子供を産むことによって怯え正しく増え、すごぶる強くなり、その地は彼らを満ちた。もうどん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 人が増えてエジプトが危機感を感じるようになっているということです。聖書を見ますと430年間と言います。70人が入って出る時は約60万が出たと。それも男だけでどんなに人口が増えたんでしょう。言葉通りに爆発的に人口が増え、神様がイスラエルの民をアブラムと約束したそのイスラエルの民がもう増え大きな国になるように導いてくださったという。しかし私たちが創世記を通して見たように、本当にアブラムという小さい
弱い始まりでした。しかし彼らはどん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 大きくなって、神様がエジプトに道から導き出す時には大きな国を形成するような大きな力になっているということです。神の御国は人間の努力によって作ったものではありません。神の御言葉と神様の約束、アブラムが信じたのはその神様の約束であり、神の力であるという御言葉の力です。イエス様は今世界ではキリスト教を信じる人はたくさんいると言いますけど、イエス様の弟子はたった12人です。12人の小さい群れを備え、その12人から始まり、神の御国はどん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 大きくなっていきました。自分たちが何ができるか、この中人で何ができるかと思うような本当に弱い存在でした。しかし神様の御国はその弱いところから、その弱い始まりだから、そこから大きく大きく成長していく。神様が用いてくださり、神様が彼らを使って世界を変えていくということです。私たちは私たちの後ろにおられる神様を見る必要があります。目の前にある問題を見ると、私たちは私のようなちっぽけのような心が弱い人が何ができるんだ、本当に抑えられます。しかし私がするのではなくて、私の後ろにおられる神様が私を死の右の手を持って力を与えてくださり、私たちを信仰の手で導いてくださるということです。しかし神様の計画に反対する人がいます。まさに神の御国を形成していく人が増えていく中で、怯えながら神の御国に反対するエジプトの勢力を見ます。今日の聖書を見ますと、ヨセフのことを知らない。ヨセフはエジプトを救った英雄的な存在です。エジプトが滅びるかどうか本当に危ない時、神様の知恵を持ってパラオに知恵を与え、エジプトを尊敬される、エジプトに本当に尊敬される。しかしそのヨセフを知らない王があって、なんで私たちはイスラエルのために使えないといけないし、彼のためにこんな負担を負わないといけないのかという、それで彼らはイスラエルを恐れて、イスラエルをできるだけもう抑えようとして労働に課します。旧世紀中世紀のところを見ますと、見よ、イスラエルの民は我々よりも多く、また強い、我々よりもっと強くなるぜ、このペースだったら私たちのより人口が多くなるぜ、増えるぜという恐れを感じ、何とかしてもこのイスラエルの民を抑えて、彼が特に敵になったら怖いぞというその心があって対立するようになります。それで何を行うかすると、イスラエルの民の生活を苦しめます。今よりもっと過酷な労働を課します。今まで中だったら二重の働きを与えて、もう働き以外は何にも考えられない、もう何にもできないように環境をものすごく厳しくします。しかし不思議に苦しめるほどイスラエルはどん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 増え強くなっていくということです。中3世紀中4世紀のところを見ますと、本当に過酷な労働が課せられ、彼らたちの生活は苦しめられます。こうなると必ずイスラエル人口は増え直し減るだろうと思ったのに、この計画は失敗になります。またファラオはヘブル人の貯産法を通して密かに
男が生まれるとみんな殺しなさいという、男を産んだらみんな殺すと人口は必ず減っていくだろうという、しかしその陰謀も神様の御言葉によって力によって封じられ、その諸産婦たちはエジプトの王より神様をもっと恐れるようになり、今日読まなかった最後の2節のところには、生まれた男の子はみんなナイルに投げ込めなければならない、もう海に川に全部男の子を捨てなさいという、殺しなさいという命令が出されます。しかしこのようなエジプトの強い王政圧政があっても、イスラエルのために無益になり、どん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 成長し増えていくということです。神様の恵みであり力です。もう一つは、なんでエジプトで奴隷の生活をするのかということです。皆さん、今の時代私たちは奴隷の生活がどうであるか分かりません。テレビや映画を通して悲惨な姿を見ることはできます。神様はなぜイスラエルのためにこのエジプトで奴隷の生活を経験させたのでしょうか。奴隷生活を経験することによって、地に神様の前で仕える生活の素晴らしさを悟らせるためです。知らせる。彼らは奴隷として本当に苦しい時、苦しい生活に追い込まれます。しかし主の恵みによってエジプトから解放され、神様の恵みに感謝して歩むという、すなわち私たちが罪の圧迫から解放され本当の自由の人になることを経験するということです。最後もう一つ見たいことは、さっきのイスラエル圧政の時、二人の助産婦、赤ちゃんを産む手伝う人が誰を恐れているかということです。彼らはパラオの王の命令よりもっと創造主の神様の神様を恐れていました。二人はエジプトの王の厳しい命令に逆らって、彼らはなんとかなんとかといういろいろな理由をつけながら、私たちが手伝う前に赤ちゃんが生まれてしまいますという言い訳をしながら、私たちはこの世の中で歩むとき、誰の前で歩んでいるのかを覚える必要があるということです。この世の中で私たちにパラオがイスラエルの民を厳しく命令するように、神の子供たちを害を与え、もう圧政しようとします。しかし彼らは自分の利益じゃなくて神を恐れて、神様の中心で神様を優先的に考える彼らの信仰、神様はその二人を祝福します。御言葉をまとめたいと思います。私たちは神の御国である教会、その教会で礼拝を捧げるのをとても大切にします。その礼拝生活をするとき、私たちは生ける神様の前で自由に礼拝を捧げる、その恵みと祝福を覚え、それを大切に敷く必要があるということです。私たちは迫害を、教会に行けないような迫害が国で定めるものでありません。それぞれの家ではあると思いますが、しかし私たちは生ける神様の前で、助産婦たちが生ける神の前で立っている信仰を持つように、私たちも教会に通うとき、教会で礼拝を捧げるとき、口先だけじゃなくて生ける神の前で真心を持って主に喜びを与える礼拝を捧げる私たちになりたいと思います。ありがとうございます。
ありがとうございます。キャンさん、どんな感想をお持ちになりましたでしょうか。はい、まあ、奴隷制度ってもう今の近代においてはほぼないので、あのイメージつきにくいんですけど、ただでも、やっぱり歴史が繰り返すように、この虐げられた人たちって何か信を持ってすごく強く祈るととても強いじゃないですか。でそれってだから上の人たちをどんどんこう倒して、でまた世界を変えてっていうのを繰り返されてるので、だから今のこのいろいろ政治とかを動かしてる人たちはちゃんとそういうことを考えて、国民のため、民のためっていうのを常に抱きながら、まあ、動かしていかないとまた同じようなこと起こるんだろうなって思いながら聞いてました。素晴らしい。私もちょっと似てるんですけれども、やっぱこのファラオ、パウロの王様が増え広がるイスラエルの民を恐れて、それを抑え込む、これはもう大変だと思って焦って焦ってきつい労役をさせてみようかとか、あと生まれた男の子を全部殺すとか、こうやっぱこう自分の知恵で、人間だから王様であってもそのだけ知恵だけでやっても、結局どんなに頑張ってもイスラエルの民がいなくなることはなかったっていうことを今日ちょっと学ぶとですね、私もですね、ついつい目の前のことに心を動かされてしまって、目の前で見えてることで焦って、あ、もうこれは自分の今までの経験でこうやっちゃおうとかってやっぱ今も思っちゃうんで、やってしまうんですけれども、今日改めてこの助産婦あの、ね、をのように、あの神様を恐れるものでいたいなと、その結果祝福されたいなと思いました。では最後にキム先生にリスナーの皆様のためのお祈りをお願いします。はい、お祈りしましょう。天のお父様、イスラエルの民はエジプトに入るとき、ヤコブの子孫70人が入りました。とても少ない弱い存在でした。しかし神様がアブラムに、イサクに、ヤコブに約束したように、イスラエルの人々が増え、エジプトから出るときは男だけ60万人という大きな群れになりました。主よ、神様はその御国を私たちが知らない、私たちがわからない、経験していない神の素晴らしい御業をもって導いてくださり、今日も私たちを通して、本当に弱い私たちを通して神様の御国が広げられ成長していくことを私たちが経験していくことができますように、私たちを用いてくださり、この世は私たちを反対しますが、その反対に乗り越える力を与えてくださり、勝利を与えてください。イエス・キリストの御名によってお祈りします。アーメン。あなた、ずっと名前呼ばれてますよ。宜野湾聖書教会プレゼンツ、ジーザスコーリングユー。ジーザスコーリングユー、お別れの時間が近づいてまいりました。京都のにゃおこさん、そして世田谷のコーラゼロさん、また初めてですかね、ツイキャスでのご参加をありがとうございました。コンティニューコインもありがとうございます。励まされました。エジプトの王様であるファラオ、もう強大な王様ですよね、ですら歯が立たない、この素晴らしい神様のことについてもっと知りたい、味わいたいと思われた方は直接教会をお尋ねください。宜野湾聖書教会では毎週日曜日の朝10時半からは礼拝、
毎週水曜日の午後7時40分からは祈り会をしています。どなたでも歓迎します。また今日食べるものがない、今夜寝るところがないなどで困っている方も遠慮なくすぐにお電話をください。また教会では毎週火曜日と木曜日の午後3時から主に宜野湾市内の小学生を対象とした子どもの居場所づくりをしています。ハレルヤアカデミーというところで、希望者には夕食も準備しています。関心のある方はお気軽にお問い合わせください。以上、すべてのご連絡先は098-890-1350、 098-890-1350、 宜野湾聖書教会までお願いします。教会ではですね、キム先生の奥様のリー先生、韓国語の教室をやっています。月謝を次に、月々2500円という破格の、授業料です。しかし内容がとっても濃い、韓国語の講座ですので、他関心のある方は、098-890-1350 までお電話ください。宜野湾聖書教会プレゼントジーザスコーリングよ、お別れの時間です。今流れているエンディングは放蕩息子というタイトルで、キム先生の息子のキム・サムエルが作り歌っています。私たちが今どんなにボロボロな汚れた状態、こんな自分は今更教会なんか行けないと思っている、 あなたでも神様はあなたに向かってずっと両手を広げて帰ってくるのを待っておられるんだよという曲です。この番組はあなたのエンドオブライフにもっと寄り添いたい、三国グループの提供でお送りいたしました。メッセンジャーは宜野湾聖書教会キム・トンヨン牧師、ミキサーは FM 宜野湾のできすぎた男キャン、お相手は栗生みどりでした。また来週水曜日の午後6時にお会いしましょう。ヘブライ語で神様の臨在を意味する言葉、シェキナーでお別れします。シェキナー、偉大さに気づきました。偉大さ気づきました。偉大さに気づきました。許してください、今までの僕を愛してください。こんな私でも満たしてください。あなただけでまたやり直せるように、許してください、今までの